はい、皆さんこんにちは、モモンガです。今日はですね、皆さんから募集したファンクラブ事情をご紹介していきたいと思います。もしよければ最後までご覧ください。もう本当にもう皆さんね、いろんなコメントとか DM とかありがとうございました。もうね、見とったらさ、なんかいいみたいなのが結構あって、いろいろびっくりしとんねんけど、まあ紹介していきます。え、どれから紹介しよう。なんかほんまにめっちゃいろいろあって、あと一番多かったのはやっぱりジャニーズさんのお宅の方でした。で、結構皆さんね、詳しく教えてくださってて、ジャニーズ事務所はデビュー組が5000円、継続が4000円ってことは、入会金がプラス1000円で5000円ってことなんかな。情報局っていうのが確かジャニーズジュニアさんやったよな。なんか私のこう古い記憶を呼び覚ましとんねんけど、で2500円で、メリットがライブも舞台もファンクラブ席で一般より取りやすい、テレビの情報などのお知らせが来る。デメリットは情報局はジュニア全部の舞台申し込みができるからほぼ当たらない。特に最近2年目でやっと当たりました。昔は新規番号が当たりやすいっていうジンクスもありましたが、今は新規でも全然当たらないですね。そうなんや、大変やな。やっぱそう、いやまあさ、ハロプロのオタクとしてはこういう、なるほど、どのグループも申し込めるっていうのはめちゃめちゃメリットではあるけど、やっぱり絶対このグループ行きたいんやっていう人からしたらやっぱデメリットよね。そうよね、まあ、ファンクラブ一般より取りやすいってやっぱどこの界隈も変わらへんのかな。あのジャニーズさんのなオタクがめっちゃ多くて、ファンクラブ限定の動画いや画像、バースデー、クリスマス等のメッセージ付きが見られるんやって。ファンクラブ限定の動画ってハロプロってないよな。多分ないと思う。で、メリットは月額払ってサイト内のコーナーこんなもんなんて感じがある。年間払いで他のアーティストさんのファンクラブ入ってますが、そっちの方が開放も送られてきて、個人的にはお得感だなって感じちゃいます。月額330円。そうなんや、ジャニーズウエストさんもそれな、やっぱ4000円ぐらいやねんな、こう継続で。あ、なんかこうジャニーズウエストさんは他のファンクラブよりも動画の供給が多いって書いてるから、今さっきの方のところはあんまりって感じやったから、なんやろ、やっぱりグループによるのかな。なにわ男子のファンクラブ4440円とこもあるんや。会員しか見られない動画が見られる。一緒やんな。何やろう、やっぱその月額の値段はまあ4000円ちょいぐらいなんやろうけど、その動画のさ、なんか動画の内容が違うん。なんかこう見てる限り、なんか結構ムラがあるのかな、グループにって思います。でもやっぱファンクラブ入っとる人でもやっぱチケットなかなか当たらないんかな。あ、 V6 さんは5000円、開放が月何回か怒られてくるん。月なん、え、月なんねんじゃなくて、え、そうなん。ジャニーズジュニアさんのファンクラブ、あ、やっぱり全然当たらないんや。チケット当たらない。やっぱチケット当たらないって皆さん書いてるから、チケット当たらないんですか？関ジャニートさんは4000円。ジャニーズファンクラブどのグループも年数回の開放と、バースデーカード、年賀状が送られてきます。メリットは、関ジャニートは、ファンクラブ内にて、関ジャニ8TV というものをやっており、不定期で CD 制作の裏側、ミュージックビデオの先出し、ツアーをやっていた時は各会場ごとのメイキングなどを見せてくれました。ファンからのお便りを読んだり、クリスマスにはメンバー間でプレゼント交換会をしたのを見せてくれたりしています。デメリットは特に感じたことありません。あ、
めちゃめちゃグループによるんや。ジャニーズジュニアさんのやっぱりさ、ジャニーズジュニアさんのファンクラブに入っとう人さ、もうチケット当たらへんばっかりやねんけど、全然当たらへんねんな、やっぱり。そうなんや。ジャニーズさんのファンクラブ、やっぱ動画とか開放が多いのかな。バースデーカードとか年賀状とかあるといいね。多分ハロプロはバースデーカードはなかったような気がする。でもなんか友達とか結構年賀状とかファンクラブでなんかよく届いてるイメージがあります。メセモアさんっていう男性9人組グループのオタクさんで、金額が年に6000円って結構高いよな。今さっきのジャニーズさんが4000円としたら6000円高いよな。でもメリット、特典だけで6000円の価値を超えている。言ってそんなこと言える会ってなかなかなくない？握手券、使うタイミングが選べます。え、使うタイミング選べるとかあんの？特典 DVD2 枚、特典 DVD2 枚、年に2枚商品化されていないライブ映像企画もの、誕生月に推しの直筆サイン&オタクの名前にポストカードが送られてきます。やばない？今はないですが、コロナ前のはファンミーティングやお食事会といってメンバーがトークやゲームをしているのをメンバーが配給したご飯を食べながら見れるイベントがありました。もうなんかやばくない？デメリット特に思いつかないですが、よく聞くのは推しが複数いるオタクが多い界隈なので推し面を一人しか選べないこと、他のファンクラブに比べてお値段高めくらいかと思います。メッセモアさんはモーニング娘さんのダンスカバーをきっかけに結成され、メンバーやオタクにもハロオタさんが多いので、いつも親近感を感じさせながら見させてもらってます。やばくない？どういうこと？年に、まあ、確かに6000円はちょっとお高い気もするけど、握手券さ、使うタイミング選ぶ、何枚もらえんのやろ。1枚かな。特典 DVD 2枚つくのやろ。やばくない？ライブ映像とか、え、なんかやばいな。なんかさ、ファンクラブってほんまにさ、なんか界隈によるよね。うわーすごいな。もうなんか多分今んとこ一番の驚きかなって思うよ。とスーパードラゴンさん、月額550円やから年間にしたら結構高いよね。毎月9がつく日に配信される動画、ラジオ、ボイスメッセージ、ライブのオフショーや一人公開などメリットは豊富です。これはファンクラブに入っていてのデメリットにはなるか分かりませんが、ライブの開催地に偏りがあって地方住みやファンクラブ選考が当たったとしても毎回遠征しないと会えないところですかね。あー確かにね。だってまあね、そうよね。まあなかなかこう首都圏というか限られてたらね、なかなか会えないけど、デメリットになるかは分かりませんがって言った時点でさ、あんまりなんかデメリットないんやなって思った。すごいなって思う。次、エグザイルトライブさん、年会費4000、やっぱ4000、5000、6000円ぐらいやな、ファンクラブって。ライブチケット選考よくあるね。デジタル開放等の開放など他のところとあまりここら辺は変わりないですね。年1回入会者プレゼント届くのですが、質はあまり良くないので実際には私が使えたものはあまりないです。どんなものが届くの？あとこの一つのファンクラブで EXILE 3代目ジェネレーション、ランベ、ハンタなど一族っていいかな、一族全部の情報が知れますし、ライブ選考も申し込みできます。あ、そうなんや、エグザイルさんだけじゃないんや。たくさんグループが好きな人はいいのですが、一つのグループにしか興味ない人からしたら、好きじゃないけど行ってみたいな、申し込んでみようかなと。で他のグループにもライブ申し込めるのが倍率があって、これはジャニーズジュニアさん のファンクラブの方でも言えることやね。で家入りおさん、550円、月額、やっぱ月額550円ってさ、まあまあ高くない？やっぱ年間6600円か、まあ高いよね。
ファンクラブ先行でチケットが取れる、ファンクラブ限定動画や画像、まあこれはやっぱどこも一緒やねんな。デメリットは月額払ってサイト内のコーナーはこんなもんなんて感じがある。やっぱそうなんや。年間払いで他のアーティストさんのファンクラブ入ってますが、そっちの方が開放も送られてきて個人的には得感だなって感じちゃいます。俳優のファンクラブ、俳優さんもまあファンクラブあるか。月額550円、じゃあもう年間6600円やんな。でファンクラブでしか見れない推しの画像や限定ラジオなどが見れる、 年一バースデーメールやチケットが優先で取れるなど、1ヶ月更新しないなどがたまにあり、月額で払っているため無駄に感じてしまうことがある。また画像がスクショでしか保存できないため画質が悪く、これはさ画質良くなってほしくない？だってさ月に550円も払っとんのにさ、スクショでしか保存できないのはちょっとショックよね。なんかいろいろあるんやなってめちゃめちゃ思った。声優アーティストさんのファンクラブやねんけど、初年度会費が5500円、だから入会金が1100円で年会費が4400円。ほうほうほう。まあやっぱ4000〜5000〜6000円ぐらいがファンクラブの通常の値段やね。で会員特典がファンクラブ会員証の発行、入会特典、継続時には継続特典、へえ、ファンクラブ会員専用ページの閲覧、開放誌の発行、バースデーカードの発送、ライブイベントのチケット予約申し込み、ファンクラブ限定イベントの参加申し込み、ファンクラブ限定グッズの通販販売、通信販売、待ち受け画像のダウンロード、ムービーボイスの配信、メールマガジンの配信。こういうのやったらさ、在宅の人でもかなりこう楽しめるかなと思うようなコンテンツよね。あと聞いてんけど、開放誌がかなりなんかすごい充実してて、なんか雑誌ぐらいの分厚さって聞いた。特にオリジナルのクレジットは発行してませんが、ビザ、マスター、AMEX など複数対応可能、自動更新可能。自動更新がさやっぱいるよね。不満点というか、今チケット申し込みに関しては正直声優だと作品絡みのイベントとかだと演者枠の先行抽選とか少なくて、ハロプロほど申し込む機会がないのがいまいち。で作品絡みのイベントだとファンクラブ入っても関係ないので、結局アニメの円盤買って購入した特典で抽選枠使わないといけないって、それ結構お金かかるよね。でいいところはチケット申し込み期間中であれば自由に申し込み内容の修正キャンセルができる。それ強いよね。宝塚もできるねんけど、この自由に申し込みの修正とかキャンセルができるっていうのは、まあ、今の時期もそうやし、なんか間違えてもたっていう時にすごい便利だなって思う機能やからさ、なんかどこの会話もさそういうのしてほしいなってちょっとね贅沢やけど思っちゃうね。で年会費チケットの支払いがクレジットカードでできる、これ強いよね。あと会員ウェブコンテンツが充実、やっぱこれが在宅の方でも楽しめるコンテンツってやっぱ強いなって思うね。でもハロプロは何やろ、無料の媒体が充実してるから、 YouTube のアプカミとかハローステとかタイニータイニー、まあ今やってないけど、そういうので割と充実してるから、なんかそれに近いかなと思うね。あと声優アーティストさんのファンクラブがメールマガジン月1ぐらいで自分の名前入りで送られてきます。〇〇さん元気みたいな感じで自分だけに送られてる感覚が半端ないです。セイシーリホさんのファンクラブ、会費月額500円または年間6000円、やっぱそうよね。まあ、でもさどっちか選べるっていうのはめっちゃいいよね。なんか年間で入ってちょっとどうかわからへん様子みたいなっていう場合は月額で払って、で結局やっぱずっと入りたいなと思ったら年間で払えばいいし、なんかこういうのさ選べたらめっちゃいいよね。で特徴、専用アプリが完結、専用アプリ完結型アプリなんかあるんや。他のファンクラブが通常ウェブや紙面メールなど複数の媒体で提供するコンテンツが全てアプリで提供される、すごいい点。お知らせや更新があればポップアップ通知で分かるので、スマホさえあれば超楽。確かにさこういちいちウェブであはーって検索して
なんか今日のニュースみたいな感じで見るのは確かにめんどくさいよね。で、いい点、お知らせや更新があればポップアップ通知でわかるので、ファンクラブ限定生配信などの更新頻度が割と高め。へえ、そうなんや。いや、やっぱ更新頻度高いのいいよね。だってね、お金払っとるとね。悪い点、ステージ活動が少ないのでチケットの抽選の恩恵を受ける機会が少ない。コンテンツ自体は充実しているとはいえ会費がちょっと高い。ああ、まあ確かに6000円は高いのかな。でもさ、なんかやっぱ4000、5000、6000円あたりかなって思うよね。あと超特急さん、ファンクラブ5年間も入ってる、すごい。4000円、やっぱそれぐらいね。メリット、他の人は分からないけどチケットがめちゃめちゃ当たりやすいです。ファンクラブ入ってから超特急主催のライブをしたこと一度もない。あとはファンクラブ会員限定のファンミーティングがあったり、動画や画像が公開されたり、推しからの年賀状が届くことです。デメリット、開放があるんですけど年2回とかで全然送られてこない。あとファン獲得のためなのか、一般で申し込んだ人に一席行ってファンクラブ席は2階席だったりとかも。これはさ、ちょっと良くないよね。いや、まあ、確かにこう新しいさ、新規のお客さんは大切かもしれんけど、やっぱりファンクラブの会員の方大切にしないと、それでやっぱ離れていっちゃうかもしれないから、そこのさ、こうなんやろ、難しいよね。新規と子さんとみたいな。浜崎あゆみチームあゆ、浜崎あゆみさんのファンクラブね、年会費3200円って安くない？これまでの中で、まあ、宝塚のさ、ファンクラブじゃない、チケット取るためのファンクラブやから、あんまりコンテンツ充実してないから多分別物やとして、3200円、会員特典、ライブ先行予約ほぼ当たる、会員限定ライブイベント、会員限定過去ツアーグッズセール、セール、過去グッズセールとかあるの。デメリット、女性ファンが多いのでグッズがそっち寄りになる。おー、確かにデメリットっちゃデメリットなのか。でもさ、今までのさ、こうなんかコンテンツが少ないとかさ、高いとかさ、なんかそういう中のこのグッズがそっち寄りっていうのは、なんかすごい優しい気分になるよね。と、声優さんのファンクラブ、また今さっきの声優さんと別ですね。メリット、解放、内容びっしり。あ、宮野さんの写真もいっぱい、ファンクラブ動画、会員のためだけに宮野さんがお話ししてくれるファンサービスが嬉しい。ファンクラブイベント、コロナ前までは数年に一度開催されてました。年一じゃないよね。トークあり、歌ありでめっちゃ楽しいです。ミュージックビデオ撮影とかもしました。終了後のお手振り会では宮野さんが一人一人とアイコンタクトをしながらお手振りしてくれました。へえ。ファンクラブ限定グッズめちゃめちゃ可愛いので、お、めちゃくちゃ可愛いのが多いので見てみてください。ちょっと見てみるね。宮野守さん、あ、可愛い、なんかキラキラしてるね。あ、割となんか女性の方が使いやすいような、ぜひちょっと皆さん画像検索して見てみて、なんかかわいい。あ、シンプルなのもあれば、ちょっとおしゃれなのもあるし、かわいいのもあるんよ。なんかグッズめっちゃさ、なんかすごい凝ってるね。いいな、いいな、グッズ凝ってるのめっちゃいいな。チケット先行、複数申し込んだら必ず1個以上当たります。座席もアリーナ前方が多いです。なんか今さっきのさ、超特急さんやったっけ、なんかあのファンクラブの人はなんか後ろにされるっていうのを聞いたら、やっぱこう、ああファンクラブによるんやって思うね。会費は年1回クレジット自動引き落とし制度があるので、新たな手続きや振り込みに行く必要がないところが最高にいいです。ジャニーズは必ず年1手続きが必要なため、それはハロプロもそうやねんで。デメリット、デメリットとか要望です。じゃあデメリットないやん絶対。今年数年ぶりにファンクラブイベントが開催されてるんですが、コロナ禍で都会に行けないため泣く泣く行かない選択をしました。行けない会員のために当日の様子を円盤に残してもらえたらなと思います。確
確かにね。でもさ、デメリットというか要望やからさ、なんかこう見たらデメリットないやと思って、デメリットないファンクラブに入っとる人ってどういうことって思うねんけど。次、イコールラブさんのファンクラブ、月額440円やろ、5280円、やっぱ高いよね。限定メリット、限定動画オフショットが見られる、ファンクラブ選考でチケット申し込みができる。まだまだ一般でも当たる確率は高いですが、ファンクラブの方が当たりやすくチャンスも増える。配信ライブだと一般より300円安く買えます。ああ、これいいよね。ツアーの際にファンクラブ限定モバイルくじに参加できる。へえ。ハズレでメンバーのメッセージ入り画像、当たりは前回のツアーで全メンバーサイン入り T シャツ。ほうほうほう。メンバーのブログが読める。あ、ブログってファンクラブ限定なんや。メンバーの誕生日にメッセージを送ることができる。で、頻度が低いものがポップアップストアに参加できることができる、参加することができる。6月以降開催ないのがファンクラブ限定配信を見ることができる。4月以降開催なしで、 CD、DVD の特典写真の枚数が増える。稀にファンクラブ限定のグッズが出る。最近ほぼ出ないです。大丈夫？周年のタイミングで加入歴1年以上の長期会員にはプレゼントがある。昨年ポーチ。へえ、成人式イベントに応募できる。これいいよね。デメリット、月額440円とお手頃のように見えて、年だと5280円と決して安くはない。確かにファンクラブに入ること自体初めてなので、こんなもんかなと思ってます。開放誌はありませんが、中年コンサートのグッズとして出るアニバーサリーブック、会員価格設定なし、3000円程度のものの役割を担っているのかなと。へえ。値段は安くないですが、コンテンツや特典が充実しているので、大会するのは私を辞める時だと思います。Perfume さん、金額年会費4500円、入会費、まあ、5000円ぐらいか。 Perfume が少しでも好きならメリットしかないファンクラブだと思います。チケット選考、会員限定イベント、会員専用サイト、本人ブログ、スタッフレポート、スペシャル動画などなど、年に1回の開放ブック DVD、開放ブックと DVD？ 開放ブックと DVD？ え？会員限定グッズ販売、継続特典などの、正直デメリットは感じていません。感謝感謝のファン還元って感じです。はぁ、そうなんや。もうどういうことって感じ、マジで。いや、もう本当にちょっとね、あのね、全員のね、文をね、紹介したいねんけど、もう紹介しきれないので、ぜひ、あの、私の、あの、投稿、YouTube のね、あの、投稿の文の、あの、コメント、ぜひ皆さん見てみてください。もうめちゃめちゃすごい。いや、もうね、今回分かったことは、なんかまあ、ファンクラブってほんまに色々あるんやなっていうのを感じました。だってさ、なんかデメリットはないですっていうところと、デメリットはなんかこうこうこうでっていうところもあるから、なんかデメリットのないファンクラブを考える人って天才なんだなっていうことをこう身をもって知ったので、これを機にもう私のさ、知らないアーティストさんとかその人物は知ってるけど、そのファンクラブとか全然知らなかったから、もうめっちゃ勉強になったし、なんかすごい勝手に入った気分になりました。なので、あの、皆さんね、ぜひね、コメントで、あの、教えていただけると嬉しいです。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。